はい、皆さんこんにちは、ひろしの時事ニュースチャンネルです。今日はですね、ライブドアニュースを見ていたらですね、コロナウイルスの記事なんですけども、これですね、新型肺炎感染者数は中国政府の発表をはるかに超えている、はてな、告発が相次ぐっていうね、ニュースでね。もうすでに10万人を超えてるんじゃないか。ね。政府の発表を信じないでっていうね、この発言ですね。ネットに医療関係者の告発相次ぐっていうね、ニュースが入ってきてます。確かに中国政府ってね、物事をめちゃくちゃ隠しまくる、真実を隠しまくることで有名なんで、非常にね、この現場の声、信憑性あるなと思ったので、ちょっと放送してみようかなと思いました。いや、本当にこれ日本でも流行ったらとんでもないことなので、さっきも実はこの武漢市に生物兵器研究所が2カ所あって、実はそこから発生したんじゃないかっていうね、ちょっと、そういう、報道とかも入ってきてるんで、ちょっとしばらくちょっとコロナウイルス関係を追っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずね、本文全部読んでですね、その後軽くちょっと自分の意見もちょっと言ってみようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、中国政府は25日10時30分時点で新型コロナウイルスによる肺炎の感染者が1330人、死者41人と発表した。しかし現場の医療関係者が相次ぎ SNS に投稿し、実際の感染者数は政府の発表をはるかに超えていると訴えている。そりゃそうだよね。だって感染者1330人でさ、封鎖しないよね、都市一つ。ね。次。はい、武漢市。これは漢口かな、漢口にいる看護師の女性は SNS に投稿した動画で9万人の感染者がいると発信した。一人の感染者が隔離されなければ14人に感染させてしまう。スピードは非常に速い。やばいね、本当にこれ。もう完全バイオハザードじゃん。もうちょっと待ってね。もう一人の女性医療関係者は SNS 美人で泣きながら、現状はテレビの報道よりずっと恐ろしいと訴えた。医師らの推定で10万人が感染している。多くの患者はすでに手遅れ状態です。医療物資が足りない。入院させることができない。患者に懇願されても何もしてあげられない。患者が徐々に弱っていくのを目の当たりにしていると。ひどいですね。完全にもうパンデミック状態ですよね。最後に女性は、くれぐれも政府を信じないで、自分で自分の身を守ってくださいと呼びかけた。すごいね。今の中国ってのは、こういうことが言えるんだね。言えるっていうか、すぐ消されるのは覚悟の上で多分書いてると思うんだけど、もうよっぽどひどいんだろうね。普通ほら、言論統制があるんで、こんなこと書いたら、多分パクられちゃうんですよ。すぐ政府に連行されちゃうとは思う。いや、ごめん。今ちょっと勝手に俺の妄想で書いたけど、結構昔うちのおじさんが言ってたのはそういう感じだったんだね。下手なこと書いたり本に載せたらすぐにしょっぴかれた。今の時代はこういうの書けるのか、それとも、覚悟で書いたのか、どっちだよね。ちょっと俺は、この中国語読めないんで、なんとも言えないんだけど。はい。でね、続きを行きます。この動画は5万回再生された。武漢市の看護師と名乗る女性も SNS、これは美白でいいのかな、SNS に報道は事実と全くかけ離れていると投稿した。主人が感染した。8日間も発熱し、CT 検査ですでに肺炎にかかっていると分かった。しかし、どの病院にも診断、治療、入院を断られた。病室が足りず、医師も看護師も休日を返上して出勤しているが、人手が足りない。それでも患者は救急車でひっきりなしに運ばれてくるっていうことですね。これですね。ちょっとここら辺中国語私わかんないんで、このリンクを貼っておきますので、もしじっくり見たい方がいたら、リンク先飛んでみてください。これライブドアニュースですので。はい。続きを読んでいきます。在米中国人は Facebook に北京の病院に勤務する大学の後輩からの情報を投稿した。それによると、460床ある、地団病院は全部埋まった。地団病院に行ってきた主任は現状が悲惨だと言っている。政府の発表は全くのデタラメで、北京市は情報を封鎖していると、北京も深刻な状態にあると明かした。北京市は24日、新型コロナウイルスによる肺炎の予防、コントロールに関する記者会見で、突発的な公衆衛生事件に対する第1級最高レベルの応急対応メカニズムを発動したと発表した。なるほど。もう、やばいね。これが、なんだろうかわかんないんだけど、この、
第1級最高レベルの応急対応メカニズムを発動って何なんだろう、なんか、ね、何が起こってるんでしょうか、正直全然わかんない。あの、はい。ちょっと、なんか想像を絶する事態が起きてるってことだよね。まあ、俺なんかは日本にいて、別になんともなくのほほんと過ごして、今出張先でこれちょっと放送してるんだけど、どんな感じなのかね。ちょっと、ツイッターとか見てるんだけど、まあ翻訳がね、あの、あまり、あの、中国語はすっごい、あの、流れてくるんだけど、わかんなくて、だからそれをちょっとあの、翻訳したのをいろいろ見、ね、翻訳されたものを見たりとかしてるんだけど、情報が追いつかないんだよね。デマもたくさんあるから、うん。まあ、ちょっとね、追っていきたいと思いますね。はい。でね、これですね、またこのユーザーは確実な情報として武漢市だけで15万人が感染しており、全国の感染者が20万に上っていると別の投稿で述べた、全国範囲で戦時状態を宣言する可能性も排除されていないとも言及した。戦時状態ってこれ絶対感染者1330人じゃないよね。あ、なんか書いてあったよね、死者41人って絶対これ なんか何百倍か多いんじゃない、何万人規模っていうのは、なんか信憑性あるよね。このニュース見てると。ね。ね、湖北航天病院の医師は、これ微信で、感染者が10万人を超えてると発言した。病院が地獄のようだ。助けての叫び声があちこちから聞こえているという。また、これ観光令が敷かれているが、この発言で処分されることも厭わないと語った。ほら、やっぱり処分されちゃうんだよ。まあ、仕方ない。情報統制、観光令っていうのは、お前これ絶対言っちゃダメだよ。噂を下手に流しちゃダメだよっていうのを、ね、政府から言われてるんだろうけど、もうそんなの関係ない。お前ら早く逃げろって。一生懸命やってんだよね、この人たちは。ほんとすごいよ。うん。これはすげえな。これは何だろう、アメリカ、米カジメディア、ごめん、ちょっとごめん、わかんねえ、メディア、明鏡新聞の、これなんとかしは、武漢の専門家からの話として、感染者は10万人から15万人いると明かした。やべえな、これ、これ。物資不足、超負荷勤務で現場から悲鳴。感染者の急増で医療物資は不足している。武漢市の8病院は、現在の在庫物資があと3、4日分しかないと、窮状を訴え、社会に対して医療用品の提供を呼びかけた。SNS の情報によると、武漢協和病院の医師らは、防護服は最後の一着しかないので、出勤してから食事も喉を、食事もトイレを控えているというと、書いてありますね。これね、武漢市の病院は医療物資の提供を求めているということでですね、なんか寄付っていうか何か手伝えることがあればいいんですけど、多分何もできませんね、今のところ。あの、状況が落ち着くまでは下手に動かない方がいいんですよね、なんかいろいろと。まあ、なんとも言えねえ、すげえことになってんな。湖北省の医師も相次ぎ感染しているが、マスク以外の防護措置は講じられていない。ある医師は SNS で支援を求めた。助けてください。仕事をしないといけない。防護服、N95 のマスク、保護メガネが必要。病院はすでに調達する能力がない。政府から物資が来ていない。これは、これは何だろうね。タオバオかな？ネット通販からも入手不可能です。多くはいらないから、数セットあれば十分です。すごいことになってんね。武漢市第4病院は医師の相次ぐ感染で診療を中止した。連日にわたる超負荷勤務でもう耐えられないと、医療関係者の悲鳴がネットに溢れているということですね。まあ、あの、なんかとんでもないことになってるんですよね。本当にだってもう市民が政府を信用しないでくれって言ってるぐらいなんで、もう多分もう本当に大パニック状態、要はもう本当に隠されてるんですよね。いろんな真実が。多分。いや、でも、本当に、なんだろう、最初は、うわぁ、バイオハザードだなんて笑ってたけど、本当に、もしかしたらそれ以上の被害になるかもしれませんよね。うん。いや、だって、なんだろう、まあ、主人は感染したと、4日間発熱して CT 検査でもっていう欄があったけど、これ手遅れなのかなと思ったけど、多分、もう入れる病院がないんだよね。もう全部どこもかしこもいっぱいで。うん。で、しかも致死率は 2% って言ってるけど、最初は致死率が 2% ぐらいって書いてあって、まあ体力のない老人子供だったらちょっときついかななんて思ってたけど、多分この致死率 2% っていうのも正直政府が発表してるんですよね。だから、全然信用できないですよね。うん。致死率どのぐらいなんだろうね、本当に。ちょっとね、わからない。うん。なんかさ、
前から不審な動きもあったんだよね。なんかニュースを追っていくと。なんか韓国からさ、こういう人為的に変異したウイルスがこう見つかったりとか、なんか去年にさ、鹿児島の変な施設で、なんか致死率70から 80% のなんか B ウイルスが、なんか人に感染したり、なんか中国で変な病気が流行ってるとかさ、なんか変な B 級ニュースみたいなのが入ってきてたんだよ。うん。なんかいろいろ繋がってくなってちょっと思うんだよね。ちょっとわかんねえよ、本当に。いや、これもしウイルスが漏れたんだなら、漏れたんだら誰が漏らしたのっていうことだよね。いやもうこれすごいよ。これもうパンデミックパニック映画をリアルで見てるようなね、なんかそんな感じがしますよ。どうなんだろう。いやだって政府が感染者1000人と発表してて本当は10万人なんでしょ。100倍だよ、100倍。だから知ってことは、これ死者はもう41人の100倍って言ったらもう4000人超えてるってことだよね。100倍で計算したとしたら。どうなんだろう？いや、全くわかんねえ。まあ、とにかくさ、いや、日本政府も中国政府も俺は基本的にあんま信用してないけど、あれだけ日本に中国人が来てて、コロナが全く来てないとは到底思えないんで、本当僕たちも自衛しなきゃいけないなっていう感じはしますよね。いや、もう、隔離封じ込みに失敗してるんで、中国政府も。もう、あとは野党内、山となり状態だと思いますよ、中国政府も。もう、わけわかんねえ。多分、正直僕、この今のパニックも、これ多分、地獄の入り口だと思うんですよ。まだ第一陣、富士山で言えば1号目くらいだと思うんですよね。次は多分、食料危機だと思います。だんだんいろんな危機がこう、積み重なって、なんか多分、経済的にも、なんかいろんな意味で、いろんな面で多分、大変なことになってくるんじゃないかなと思いますね。多分これはもう序の口。序曲だと思いますよね。ただマスクで防げんのかな？目の粘膜からも感染するとかね、なんか情報もあるし、もう多分無理ゲーですね。だから僕たちもとにかくですね、感染しないようにありとあらゆる手段を講じるしかないんですよね。君子危うきに近寄らずで、人が多いところとかあんまり行かないとか、今の時期はね。そういうなんか治療法とか確立されるまでは、ちょっとあんまり出歩かない、外国人が多いとこ行かないとか、空港とか特に気をつけなきゃいけないですよね。はい。まあ、とにかくね、どうなんだろうな、どうなっちゃうんだろう、10万人って、いやー、わけわかんねえ。ね、まあ、とりあえずね、また続報が入ってきたら、ちょっと放送していこうと思いますので、よろしくお願いします。しばらくこれ追っていきます。はい。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今日はこのぐらいで、失礼いたします。ありがとうございました。でもしね、チャンネル登録とかね、していただけると大変励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、なんか情報とか知ってましたら、コメント本当に書いてください。僕もちょっと全部終えてるわけじゃないので、なんかこんなこともあったよとか、こういうニュースあるよだったら、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。では今日はこれで、失礼いたします。ありがとうございました。